ハブスターをご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。ネットメディア局次長、衆議院議員の基礎からわかる年金制度改革法を お送りします。昨日ちょうど公的年金の支給ルールを変える年金制度改革法が参議院本会議にて可決成立をいたしました。野党は皆さんの不安を煽るような批判を繰り返していますが、我々も自民党もなぜ今年金改革必要なのかといった点についての説明が不足しているのではと感じております。年金制度の仕組みが複雑なだけに方法の内容をご理解いただくことが難しいと思いますが、だから今回年金制度改革法を分かりやすく説明をし、特に日本の将来を担う若い世代にとって非常に大切な法律であるということをこの番組を通じてお伝えをしたいと思います。解説をしてくださいますのは田村憲久政調会長代理です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、衆議院議員の田村憲久です。よろしくお願いいたします。簡単に自己紹介をお願いいたします。あ、そうですか。前の厚生労働省でございます。国会議員になってちょうど今年は20年目ということでございまして、大体社会保障を中心にやってまいりました。厚生労働部会長でありますとか厚生労働政務官でありますとか、そういう仕事を中心にやって、今は党の方で政調会長代理という形で特に社会保障の担当をさせていただいております。今日はですね、少しでもいただければということで出演をさせていただきました。よろしくお願いいたします。本日は社会保障制度の第一人、政策のプロでいらっしゃいます田村先生、今日田村先生お誕生日ということでおめでとうございます。ありがとう。すみません、どうもありがとうございます。なんと国会本会議場で今日12時を迎えて52歳になりました。これは初めてのことでございまして、記念すべきと言っていいのか、ちょっと寂しいと言っていいのかよく分かりません。河野太郎衆議院議員が、ハッピーバースデーを歌ってくれました。そういう意味で、今日ございますので張り切っていきたいと思います。いや、田村先生、昨日も夜中の1時半近くまで本会議が開かれましたですけど、まあどうなんですかね。もういや、昨日一回宴会手続きやって12時10分から始まったんですね。ちょっと私早めに入って、まだ本会議再開前に席に座って12時を迎えたんですけれどもね、正直って今国会でも、民主党さん特にね、長時間労働是正の法律を出されたりだとか、インターバル規制なんていうんで、働いている時から次働く時間を空けましょうなんていうことをね、おっしゃっておられるんですけれども、国会の職員大変ですよね、はっきり言って。そうですよね。でね、もちろんそれでも必要な時にはそういうことあるんでしょうけども、一体何の意味があったのかちょっと私分かりません。っていうのは、参議院でね、例の IR 法案、よくカジノ法案って言われてますけれども、あれも一応ですね、修正をして採決には応じていただいて、もちろん民進党の方々反対したんですけども、そういう意味では衆議院と比べればかなり穏便にですね、議論を進んだんですよね。でそれが衆議院に修正して帰ってきたとすればね、私はちゃんと彼らの思うところを主張されて、そして国民の皆さんに訴えられた方が、ああいうその闇雲に時間をね、いたずらに引き延ばすようなことをして国会わざわざそれで延長したんですよ、夜中もやって、ちょっと私はね、やりすぎなんじゃないのかなと思いますけれども、国会の特に衆議院の皆さんは大変お疲れ様でございました。職員の方々ね、お体お壊しをならないように、本当に心配いたしております。我々国会議員だけじゃなくて国会の職員の方も大勢いらっしゃいますし、そうですね、あとは霞が関の役所の方もですね、やっぱり今回の深夜国会でたくさん残業されていたということで、やっぱりそういうことを考えると、我々もですね、政局中心で何か国会を運営するんじゃなくて、やっぱり裏方で働いてくださる方の職場環境をしっかりと考えながらやっていかなきゃいけないと思いますよね。抵抗するのにね、乱闘したり、委員長のところに詰め寄ってわーってやるのもね、私らが野党の時にはああいうのはあんまりやらなかったですね。
緊急動議が出て委員長がそれを、まあ、認めて採決する、でもう国会が終わる、まあ、委員会が終わる、でも終わってもずっとねマイクを握って訴え続けるみたいな戦法で、まさに言論の負、言論の負ですから、あの何を国民の皆さんに伝えるか、そちらも私は大事なような気がするので、ちょっと、今の民進党の皆さんのいろんな対応残念ですね、はい、委員長に詰め寄ったりとかプラカードを持ち出してやったりとかですね、やっぱり言論の府としての国会をきちんと意識してもらいたいな、ね、まあ、ただ今日は年金の話です、あ、すみません、ここちょっと話長くなりすぎちゃいましたけども、はい、じゃあ早速本題に移りたいと思います。まずはですね、この法改正前の現行の年金制度について説明をお願いしたいと思います。とりわけあの現行の年金制度が続いた場合に今後の将来世代の給付がどうなるのか、はい、この点についてご解説をいただきたいなと思います。あの年金自体は破綻しない制度になってます、うん、っていうのはあの要するに年金の入りとですよね、要するに負担部分、収入の部分とそれから給付の部分っていうのをこれ100年間これを均衡させるっていうのを5年ごとに見直す制度になってるんですよね、で入ってくる方は保険料ですよね、それからあ、まあ、税金、はい、これはあの基礎年金の2分の1が税として入ってくるようになってますよね。でそれからあとは積立金というのがございます。これはあの例の GPIF という年金積立金管理運用独立行政法人という長い名前なんですけれども、はい、ここがそれを、まあ、ほとんど預かってですね運用して運用利回りあのね、一時10兆円損したじゃないかという話もありましたけど、あれ10兆損してませんから、評価損ですから ね、 あのまだ売っ払ってないですから損ではありませんし、まあ、よくよく考えてもらいますとその後トランプさんが大統領になったら、株はぐっと上がって円は安くなって今10兆円と言われているものはほとんど返っていると思いますが、まあ、そんなのそれでね安倍内閣になってから第二次安倍内閣になってから運用 の、 その積立金の利回りがね、まあ10兆円増えたとか30兆円増えたっていうような話は、それはねあの、まあ、安心できるという話じゃないんです。これ売った時に初めて顕在化する話ですから、今そんなことをいくら言ってても仕方がない話なので、あの損した得したなんて一喜一憂せずに我々はこれを着実に運用していくということ、はい、でその運用利回り、はい、それから積立金も徐々に取り崩していきますから、こういうものを合わせてこれは収入の方なんですね、うん、での方は、まあ、皆さんにあのお支払いしている年金額、はい、これが均衡するようにということなんですけども、はい、じゃあ均衡、高齢者は増えていく、長寿命もらう側、はい、そして、保険料払う側は少子化減っていく、均衡するのかっていう話ですから、そこで徐々に、まあ、これから若い人たちの給付の水準を下げていくと、これがマクロ経済スライドという制度で下げていくということで均衡するようになっているんです、はい、まあ、ただしですね実額は減りません、はい、実額は減らない、水準が下がる、はい、どういうことかというと賃金が一応上がりますよね、はい、その賃金ほどは年金の額は上がっていかないというような、そういうやり方があるんですね、はい、でこれで結果的に、まあ、均衡するようにするということでございますから、はい、あのそういう意味からしますとですね、年金は破綻しない。ただしモデルケースっていうのがありまして、はい、厚生年金の場合このモデルケース世帯の、はい、所得代替率、所得代替率っていうのは現役時代の賃金ですね、所得、はい、所得の 50% は維持しますということ、これを約束を法律でしてます、はい、これが割れるようなことになれば、何か手立てをしなきゃいけないということになっているんですが、はい、今のところは平成16年以来ですね、はい、それは割れておりませんから、大丈夫だという話になっているんですね、でまあ、そういう意味からすると、まあ、年金というものは、まあ、破綻することはないんですが、はい、ただ今もらっている人たちはその所得代替率が 60% ぐらいなんですよね、はいはい、それが 50%、2043年、はい、今一応そういうのを目処にしてますが、そこで 50% ですから60から50に下がるということは、大体まあ厚生年金2割ぐらいですかね、2割ぐらい、はい、水準が先ほど言ったように金額は増えますけども、水準が目減りする。でそれはですね、まあ、若い世代の方々にはご理解をいただいていかなきゃならんという話だと思います。ただし、はい、そこももう一つでミソがありまして、その人たちっていうのは今の人たちよりもね平均余命伸びるんですよね。あ、そうですよね。ちょっと65から今、まあ、平均寿命を仮に85歳だとするとね、あの、まあ、20年間しかもらえません、はい、その人たちは大体平均すると1年で 0.1 歳とか 0.1 何歳、2歳ぐらい増えてるんですよ、はい、すると
まあ、今から20年30年経つとですね、その分だけ平均余命が、うん、まあ、増えるわけですよね。そうですよね。するともらえる、ね、まあ、期間が増えますから、すると面積考えるとあまり変わらないんです。で逆に言うと、今65歳からもらってる年金を、今も選択で70まで引き延ばせるんですよ、はい、じゃあ私我慢して70まで年金もらわないというふうに我慢するとですよ、自分の健康に自信があって、平均寿命より私は生きる自信があるなんて人はそっち選んだ方がいいかも分かりません、するとね、一月の年金がなんと4割2分ぐらい増えるんです。4割以上増えるんですよ。 1.5 倍ってことですか？ 1.5 倍近く増えるんです。1年延ばすごとに大体 8% ぐらい増えるんですね。だからそういうことを考えながら将来に向かって自分の人生設計の中で年金と働く、そこから働けなきゃいけませんからね、65歳、そういう環境が整えばこれから自分の平均寿命は伸びるから、健康寿命は伸びてますからね、働きながら年金もらうのをちょっと我慢して、その代わり今の人と比べて目減りする年金を取り戻そうというような選択もあるということだけはお伝えをいたしておきたいと思います。まあ、特に今の働く世代、はい、自分たちが将来年金を受け取る年になったらどうなるんだろう、はい、まあ、心配してらっしゃる方多いと思うんですけども、その点非常に田村先生分かりやすくご解説をいただいたかと思います。で今の現行制度についてはそういう制度になっておりますけれども、それじゃあ今回の年金制度改革法によってどのような新しいルールが適用されるのか具体的にご説明をいただけるとありがたいです。いくつかあるんですけれども、まずですね、厚生年金に入っておられる方々っていうのは基本的にはですね、週30時間働いて、はい、まあ、年間所得130万の方が原則になっているんですが、はい、これが今年の10月からですね、はい、実は法律改正がございまして、はい、501人以上の事業所で、はい、はい、であれば週20時間で年間106万というような、そういう水準になったんです。で今回の法律はさらにそれを一歩進めて、はい、500人以下のそういう事業所でもですね、厚生年金に入りたいという方がおられれば入れるようにしようということで、はい、労使ともの合意があれば、500人以下の会社でも20時間以上、106万以上の収入があればですね、新しく厚生年金等と社会保険に入れるというような、はい、まあ、そういうものが一つ、はい、それからまあ、子どもさんを、ね、はい、産む方、ね、女性の方、産前産後、こういう方々もですね、しっかりと、まあ、その前後に関してですね、年金をですね、まあ、国民年金、今までは厚生年金はそうだったんですが、国民年金1号被保険者というんですけども、はい、こういう方々が保険料払わなくてもその期間は休んでますからね、収入がありませんから、しかも出産で、ちゃんと年金が、基礎年金が満額その部分はもらえるようにというような部分が一つ、はい、それから先ほど言いましたけれども、その GPIF という年金 の、はい、その積立金の管理運用独立行政法人ですけれども、はい、ここが今までは理事長さんが一人で物事を決めてたんですね、独任制というの、これを合議制で物事を決めていこう、ガバナンスをしっかりと、まあ、確立していこうという部分が一つ、それから、まあ、年金機構がですね、社会保険庁の時から持っているいくつかの建物、まあ、要するに住宅ですよね、職員が、こういうものが使われているのもいっぱいあるんですよ。ところがこれを、ね、売却すると国庫に戻せないですよ、今のままですと。ちゃんと国庫に戻してもらわなきゃいけませんからというので、国庫に返してくださいというような中身があります。そして、まあ、マクロ経済スライドと言いました、さっき、はい、年金がちゃんと均衡して破綻しないようにしようという制度があるんですけれども、これがですね、まあ、残念なことにデフレが長らく続きましたから、なかなか発動しなかったんですね、はい、で発動しないと将来の、まあ、年金受給者の方々、うん、今の若い方々にとって年金が目減りしていく恐れがありますから、はい、そこをね、今年引けなかった部分を来年キャリーオーバーして余分に引けるようにしようということで、はい、発動できなかった部分をちゃんと次の年にその分も取り返して発動できるようにしようというようなものを入れました、はい、そしてもう一つが、これがまあ年金カット法案で、はい、年金カット法案、民主党の方々、民進党の方々が言われるんですけども、はい、今まで賃金が名目実質ともマイナス、はい、名目っていうのはそれこそ給料が、まあ、去年より今年下がってるってことですよね、実質というのは物価と比べても下がってるってことですね、この2つが起こった時には実は物価までしか下げなかったんです、年金は、はい、ところがそれですと
まあ、賃金がずっと下がり続けるとですね、年金持たなくなっちゃうんで、じゃあ賃金の方まで下げようと、でなんでじゃあ今までは物価で止まってたかというと、想定してなかったんですね、あんまり。大体ですね、賃金ってあんまり下がらないんです。そうですよね。下方硬直性っていうのがありますね、経済学の。経済学の教科書に載ってますよね。物価の方がこう動くんですけど、賃金はなかなか下がらずに下げ止まっちゃうと。そうですね。ですからそんなこと今まであんまりですね、想定してなかったんですが、やっぱりリーマンショックのような何十年、いや100年に1回みたいなことが起こると、何もかも仕事がなくなっちゃいますから、こんなことが起こると賃金が下がっちゃうようなことが起こる。その時にね、想定してないからといって何か起こった時に対応できなくったら、年金がおかしくなっちゃいますから、まあ、災害もそうですよね。想定してなかったからといって、ね、準備してなかったら、本当に、ね、皆さん住民の方々困りますので、そういう時があったとしても、ちゃんと対応するように転ばぬ先の杖として今回はそういうことをしっかりとですね、準備をさせていただいたんです。まあ、民進党は年金カット法案って言われますが、そもそもそんなことを起こらないように、賃金が下がらないようにするというのが、これは政治の責任ですから、まあ、ある意味第二次安倍内閣になってからは賃金はずっと名目上がり続けておりますので、そんなことは起こっていないというふうにご理解いただければありがたいというふうに思いますし、これからも我々は起こさないというふうに考えていただければ、まあ、これはあくまでも転ばぬ先の杖であるというふうにご理解いただきたいということであります。どうもありがとうございます。はい、今お話伺ってて、スライド方式 の、 その賃金物価スライド方式の話ばかりが、はい、報道されてましてですね、厚生年金の対象者を増やしたりとか、ね、あるいはその出産を迎える方に対する手当ですとか、ね、GPIF の適正な運用だとか、はい、そういったものがですね、あまり表に出てこなかった印象があるんですけども、そういった点についても非常にですね、年金制度自体が良くなっているという印象を改めて受けましたですね。いや、今回の国会、特に衆議院言われたのが、ほとんど審議しなかったじゃないかって言われたんですね。ところがですね、確かに全体の審議時間は、この先ほど言いました平成16年のこのマクロ経済スライドを入れた年金の大改正の時と比べると、まあ、30時間と比べると20時間くらいしかやってないんですよね。ところがですね、野党の質問だけ見ると、平成16年は、17時間、そして今回は16時間やっていただいてますので、はい、野党の方々には十分に質疑やっていただいたんです。ところがその中で今言ったようないろんな改正の中身ありますよね、あまり聞かれずに、ほとんどこの賃金スライドだとか、そんなことばっかりだったので、本来今回の年金改正が、国民の皆様方に年金という制度が持続可能性で、しかも今まで恩恵を受けられなかった方々まで含めていろんな恩恵を受けていただけるというような、いい部分があったということがあまり伝わってなかったということが、ちょっと残念だなというふうに思いますね。本来は今回の制度改正で将来に不安を持たずに、今を一生懸命働けるですとか、そうですね、あるいは不安を持たずに出産を経験できるとか、そういったことをもうちょっと国民の皆さんにご理解いただきたかったところですね。まあ、先ほどから言ってますね、賃金スライドもね、もともとじゃあ民主党時代の年金最低保障年金って言われたやつありましたよね。ありますね、最低保障年金。あれは実は賃金スライドって書いてあるんですよ。書いてある。だから我々を先見的に取り入れた、まあ、そういう意味では私は先見の目があったなと、我々の方が遅れてたなというふうに思ってますけれども、入ってるんです。で、これ言ったらそんなこと決めてないと、向こうの大串さんと言われる政調会長が民進党の、ね、言われるんですが、政策の責任者ですね。そうです、決めてるか決めてないかって言ったって、いまだに多分今日もまだ載ってると思いますけどね、審議やってる時に私確かめましたけど載ってました、民進党のホームページからアーカイブというところを引っ張っていただいて調べていくと、あの時の年金の制度が書いてあるんですよ。でそれ出てくるんです、それ見ると物価よりも年金の支給額が下がることがあります、書いてあるんですよ。つまりこれは賃金が下がった場合、賃金スライドということですよね。でまさにそれが書いてあるんですよ。ですから彼らも実はそこは分かっていたんだと思うんですね。だからそこはあんまり追及されるのはどうかなと思いますし、じゃあ知らないっていうのは対案はあるんですかと、同じように、ね、賃金が下がった時に、ね、年金が、彼らの年金制度だってそれは付加方式で彼らは提案してたので、同じようなことが起こるんですよ、そうですね、つまり付加方式っていうのは現在保険料を払っている方々の収入、それから積立金もあるかも分かりません、そういうものを今給付されている方々に払っているという、自分が積み立てたものをもらうというのはこれは完全積み立て方式ですけれども、付加方式っていうのは世代間で、まあ扶養するというようなやり方なんですよね。助け合い分かち合いみたいな、ね、そうなんです。彼らもそうですから同じ問題が起こってくるんです、で彼は対案何も示していないんですよね。
でどうするつもりだったのか。でもっと言うとね、年金カット法案ってなんか、ま、だってカットすることが決まったわけじゃないですよ、賃金上がりはカットにならないんですけど、そうですね、そんなことの方がまれなんですから、ところがね、彼らの政権好きに野田さん好きやな、自民党が物価が下がった時には本当は年金下げなきゃいけないんですね、ところがまあ自民党も、ね、情けなかったんですよ、下げなかったんですよ、その時ね、怒られると思って、そのたまりがあったんです、それを野田さんは 2.5% 年金を引き下げることを決めたんですよ。で彼らは本当年金引き下げたんですかね、それ決めたんですから、だからそういう意味からすると彼らが年金カット政党なんですよね。いやでもそれは私は、ね、非難するつもりないんです。だってそれをやらないと年金が維持できないんですから、彼らはいいことやったんだ、私はだからそういう意味ではその時の野田政権というものは、あの本当に尊敬といいますかね、素晴らしいご決断をしたなと思いますが、そこまで責任を持って与党の時やられた政党が野党になったら、今回このような年金カット法案なんて言われることがすごい悲しいですね、悲しいです。もう一回あの時のなんて言うんでしょうね、真面目さというか、真摯に現状と向き合って将来の国民の生活というものを考える、そういうような、ね、スタンスに戻っていただきたいなというふうに思いますね。舌鋒鋭く今あの民進党の今の立場に対しても田村先生、やっぱりあれですもんね、あの、野党の時にその民主党が当時、まあ、政権与党としていた時に、まあ、いろいろ議論していらっしゃったと。そうですね。で、その時の記憶を持っていらっしゃるがゆえに、まあ、今の民進党の態度とか政策に対してはもう非常にじくじたる思いを持っていらっしゃる。あの時の民進党の年金法案っていうね、まあ、彼ら私案っていうふうに言ってましたけれども、まあ、それに関しては民進党のかなりの人よりも私の方が詳しくも分かりません、ね、徹底的に研究しました、はい、そうですね、やっぱり攻めるためには勉強しなきゃいけない、ね、はいはい、そうです、はい、これ今回 の, ルール改定で、はい、おそらく将来世代の人たちが、うん、の給付がどうなるのか、今付加方式であって、はい、今の日本の年金制度は世代間の助け合いだというふうなことをおっしゃってました、はい、で今回の新ルール の, その導入によって、将来世代の年金水準あるいは世代間 の, この格差是正、はい、まあ、これについてどうなるかという、まあ、見通しを教えていただけるとありがたいです。マクロ経済スライドの部分で言いますとね、今までなかなか発動しなかった物価が、はい、まあ、物価がと言いますかデフレが続きましたから、はい、でそういう意味からするとこれを相変わらずキャリーオーバーといって、先ほど言ったように今年ダメでも来年その分を水準を引き下げようというようなことをしないとですね、今現行年金もらっている方々は所得代替率上がっていくんですね、はい、上がっていくんです。ところが、まあ、水準が上がると考えていただいて結構です、はい、将来その分だけ下がります。つまり年金なんていうのはですね、魔法はないので、今もらいすぎるようなことが起これば将来、もらえなくなるという話ですよね。だからその時に今適正な水準までちゃんと対応すれば、約束したものが将来の世代の方々がもらえると、つまり将来の方々のために今の方々がマイナスになろうというよりかは予定通りの水準で動いていただこうというのが、このマクロ経済スライドというやり方なんです。で一方で賃金スライドを入れましたというのは、はい、これはですね、今の現役世代も給料下がれば、やっぱり生活苦しいんですよね。そうですよね。でそれに合わせて、高齢者の方々も下げないと、うん、まあ、高齢者の方々がその分悪くならなかった分だけ、今の人たちは給料も下がるし、今の生活は、将来もらう年金の水準も下がるというのはダブルパンチになっちゃうんですよ、うん、だからそこはね、しっかり対応していく必要があると思います、ただ一方で、じゃあ今のままでどうなんだっていう話、さっきしましたよね、今の人たちよりも目減りをするわけですよね、今の年金もらっている人たちよりも将来の方々は、それはね、約束はしてると言っても、年金は目減りするっていう、これは所得に対してですね、給料に対してという、賃金に対してという、まあ、所得代替率、これは目減りします、先ほど言った通り、厚生年金は2割、まあ、国民年金だけでいうとね、基礎年金だけでいうと、3割近く目減りしちゃうということが起こる。ところがね、これは賃金、所得に対しての話だって、物価に対してということを言うと変わりません、ほぼ。ここは混同しがちなんですね。ここは混同しがち、つまり物価で割り返すとあまり変わらないんですね、でこれはどういうことかというと、まあこれが適当な言い方かどうか分かりませんけれども、所得が上がっていく、賃金が上がっていくということは、それだけ現役の方々が豊かになっていくということですよね。そうですね。で今の高齢者の方々が、まあ
これ極端な例ですよ。これをもってして揚げ足取らないでくださいよ皆さんね。極端な例で今、まあ、例えばイクラを食べてますよね、はい、今イクラを高齢者の方々が現役世代の方々も今イクラを食べている、はい、でもこれから、うん、例えば30年後、はい、どんどん所得給料が上がっていって生活水準が上がっていって、うん、現役の人たちはキャビアが食べれるようになった。キャビアが、キャビアが食べれるようになった、その時にその人たちがいよいよ定年迎えられて年金をもらえるようになった、ところが賃金上がった分だけ年金に反映されてませんよね、うん、物価の部分は反映されてますから、はいはい、だから今までキャビアが食べられた現役世代が年金生活になった時には自分たちの親父らが食べていた時と同じようにいくらは食べれると、でもキャビアは食べれないと、まあちょっと極端な例なんですけども、まあ、こういうことだというふうに。いやでも本当にポイントのついた私例え話だと思います、はい、なんか我々はどうしても今よりも将来の方が生活が貧しくなる、だから今いくら食べてるとすれば30年後のですね年金生活者はなんか梅干しと白いご飯で我慢しなきゃいけないっていう風なイメージを持ちがちですけども、ただ2、30年後の将来は今よりもちゃんと経済成長が続いていけば豊かになるわけで、そうです、むしろ30年後働いてる人が今度キャビア食べられるようになると。だ一番大事なのはやっぱり経済を成長させることなんです。そこですよね。それが、ね、成長しなければ、仮に、ね、水準が上がろうが下がろうが、日本の国全体的に、ね、貧乏になっていけば、みんな貧乏になっちゃうわけですから、だからやっぱり経済が成長して現役世代もちゃんと、ね、豊かになっていく、高齢者の方々も、ね、今より貧しくならないという、そういう社会を作ることで、アベノミクスを成功させるということが本当に重要なんだな、ということにつながってくるわけなんですね。よくわかりました。そろそろ時間も差し迫ってまいりましたんでちょっと話を変えてですね、はい、こういう議論になると例えばその低年金や低所得の方どうするのか、ね、あるいは、そもそも年金もらえない無年金者の方に対してはどうしていくのか、こういうような質問が来るわけですけれども、はい、その点についても少しご説明をいただけるとそうですね、今回の法律以外にもう一つ年金の法案が通ってましたね、はい、それは今までですね25年間保険料を払わないと年金ってもらえなかったんですよね、でそれを10年間でもらえるようにする、もちろんもらえる金額が少ないですよ、だって25年間かけてたのと10年間かけてる金額が少ないですから、もらえる金額が少ないんですけれども、だけども何ももらえなかったよりかは24年11ヶ月だったらどうだったって、それがね、俺お金払ってたのにと、保険料払ってたのにって話になりますから、それを10年で一応切りましたので、なりがしかの年金はもらえるようになると、これが一つ、それから今まで国民年金ずっとかけてきた、国民年金以外はかけてない、はい、年金、もらえる金額が、月々6万5千円ぐらいしかない、なかなか6万5千円で基礎年金だけでは大変だねっていう方々等に関しては、消費税が 10% になったときに、これに40年間満額保険料払っていただければ月々5000円年間6万円、これは福祉的な給付という形でですね、給付をさせていただくということでプラスアルファをさせていただいて老後の生活の支えにしていただこうというようなことも実はですねもう決まっております。ちょっと消費税がね引き上げが延長になっちゃったもんですからこれスタートするのが遅れちゃったのは大変申し訳ないんですけれども、こういうこともやっております。それからね生活保護に行く前にね、行かれる前になんかいろんな自立をしておられる中で、なんか対応していかなきゃいけないなっていうのがありまして、これはこれからまだ制度設計まだできていないんですが、自民党真剣に考えていかなきゃいけないのは、その現金給付みたいなものも重要かもわかりません、生活保護のように、でもそれよりもね現物の給付というもの、例えば住宅があれば今のこの年金と合わせれば高齢者って生活できるんだという方がおられる、これから、地方も都会も住宅ストックいっぱい、いっぱいありますね、空き家の問題も出てきてますし、すると、相続された方も、それ結構相続税大変だったり固定資産税大変だったり、上屋を壊すだけでもお金がかかって、でその土地用の売買も難しいなんて話しちゃった時にね、そういうものを自治体が借り受ければ、これはまだ税どうするかっていう議論は全然議論してませんけども、例えば固定資産税を、減額免除してあげるだとか、相続税をもうちょっと猶予してあげるとかっていうようなことを考えれば、じゃあ自治体にお貸ししますと、
安くで、そう自治体にしてみればそれを公営住宅代わりに、ね、そういう方々に提供する。で一方で、住宅だけじゃなくて食事が例えばね、はい、まあ、毎日食べるだけの収入がないなんていう場合には、はい、今介護なんかは地域支援事業というので、介護予防の事業各地域で始まっています、はい、だこれは前要介護者の手前の要支援者だけなんですけど、はい、これをもうちょっと広げる中 で要支援者じゃない方々も含めて、うん、今閉じこもりが一番やっぱり、介護のお世話になっている原因になるんですよね、動かないから、まあ、運動機能が衰える、喋、らないから認知機能がだんだん落ちていくっていうことがあるので、そういう方々を出てきていただくためには、うん、例えばみんなでワイワイガヤガヤね、うん、食事が取れるようにしよう。あ、それだけでも違いますね。でそれね、収入のない方だけ呼ぶと、はい、まあ、そういう方が来られないんですよ、もう分かっちゃうから、でそこで地域の方々みんな呼んで、そこでワイワイガヤガヤ自分らが作ってもいいですけども、やると。でその時に収入の低い方々からは、もらわないというのは、これ分からないじゃないですか、後から。そうですね。でそういうところが大事なんです。あなたは収入がないからだから特別よっていうのはなかなかみんなね、そういうのって日本人って結構つつましい方々が多くて、それで生きづらいわねって話になっちゃうわけですよ。です、ね、じゃなくて、みんないる中で分からないようにそういうような形の支援が現物でできると、ある方々は実費払ってもらえばいいんですから、そういうことをやることによって、例えば週、まあ、6食そういうところで朝とか、昼と夕方、夜ですね、食べれれば全体の食費うまく賄えるよね、みたいな。これは一例ですけども、そういういろんなやり方があると思うんです。でそれはね、自治体が一番よく分かってますから、自治体がいろんな知恵を出していく中で国がそこを支援していくみたいな形で、私はね、現物のいろんな知恵というね、現物式のいろんな知恵というものも、こういうような、まあ、貧困防貧対策といいますかね、これには高齢者の方々の対策には一つじゃないのかなと思ってまして、こういう知恵いっぱいあると思いますから、これから考えていきたいなと思います。田村先生、ぜひまた別な番組でですね、はい、やっぱ私も地元回ってて、生活保護の問題を聞かれるんですね、はい、やっぱり二通りあって、自分たちがこんなに一生懸命汗かいて仕事してるのに、はい、なんで生活保護の方がこんなにお金もらってんだっていう方もいれば、やっぱり生活保護の方、まあ、非常に苦しい生活を送っていると、彼らもっと助けてやらなきゃいけないんじゃないの、まあ、両方の意見があるわけですよ。そうなんですよね。いずれにしてもものすごくやっぱり関心の持っている分野なんで、で厚生労働大臣でいらした時からこの生活保護の問題、はい、取り組んでいらっしゃった田村先生に、はい、ぜひ次の機会に、そうですね、このやっぱり4年間の安倍政権で、はい、生活保護の問題どう取り組んできたのかで、今後どうしていくのかということを機会改めてですね、これもったいないと思うんですよ、この、分かりました、これの番組だけだと終わんなくなっちゃいますね、2時間番組ぐらいにならないと終わらなくなっちゃうんで、ぜひ次回、はい、この生活保護の問題とかですね、あるいは独居老人の問題、ね、これからますます増えていくと思うんで、ぜひ次の機会にお話をいただきたいなというふうに思いました。で番組も終わりに近づいてまいりましたので、最後にですね、国民の皆さんに、はい、さっき年金カット法案という野党の批判もありましたけれども、ね、今回の年金制度改革法、はい、まあ、ズバリですね、一言で言い表していただきたいんですけれども、フリップを用意させてもらいました。これはね、私が言っているよりも、はい、もう塩崎大臣も言っておられましたけれどもね、字が下手なんでね、申し訳ありませんね、見づらいのはお許しいただきたいと思います。はい、ということで、まさに将来年金確保法です。将来やっぱり次の世代も安心してですね、年金をもらえるように、一定の水準、約束した水準をもらえるようにということで、決して、今の皆様方がですね、年金があれ、ここからもらえないという話ではなくてですね、今の皆様方が若干我慢をしていただくこともあるかもわかりません。でもその時には現役も実は給料下がって我慢しているわけでございますので、そういうことで、まあ厳しさを分かち合っていただきながら、自分のお子さん方、お孫さん方にですね、まあ、安心した生活というものをですね、お渡しをいただきたいという意味で、はい、将来年金確保法というわけでございます、はい、よろしくお願いします。将来年金確保、どうもありがとうございました。どうも。本日は田村先生にお越しをいただきました。最近の国会もですね、
いわゆる〇〇法っていうのが非常に増えてきた印象があります。まあ、今回のいわゆる年金カット法もそうですし、去年はいわゆる戦争法案で、今回はいわゆるカジノ法案とかですね、レッテル貼りとか、いわゆるワンフレーズ、まあ、いわゆるって言っちゃいましたけど、ワンフレーズポリティクス、まあ、これに対してやっぱり我々もですね、こちらがそれに対してなんかこうそのレッテル貼りとか、あるいはワンフレーズで返すだけではなくて、きちんとですね、制度の中身を理解していただくような、ね、まあ、今回のような本当に丁寧な説明も、はい、いろんな形で、していただいかなければいけないなというふうに思っておりますし、まあ、これからもカフェスタではさまざまな政策課題や時事問題について分かりやすく丁寧に国民の皆様に説明をしていきたいと思っておりますので、ぜひご注目をくださいませ、はい、また本放送は自民党の YouTube や Facebook にてアップしておりますので、再度ご覧いただくとともに、ぜひシェアの方もお願いをいたします。それでは本日田村、はい、前厚労大臣をお迎えをいたしまして、カフェスタ特番基礎からわかる年金制度改革法を送らせていただきました。皆さんご覧になっていただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。